どうもアンです今日はですね自由とといいうう価値ということとについいいいててお話しさせたただきたいと思います、えー、これちょっと重いような感じのテーマに聞こえるかもしれないですけどもっと単純なことで、えー、自由というか自分のね、えー、立場とかね立場というかその自分が思ってることですね、えー、自由な状態っていうのがやっぱりすごくこう価値があることなんじゃないかなと。 僕の場合はですけども僕が思うにはですねその自由度がどれぐらいあるかっていうことがその何て言うかその生活していてですね、えー、楽しく思えたり面白く思えたりするっていうのはその自由度の幅が広ければ広いほど、えー、その面白く感じられるんじゃないかなというふうに思います。というか僕はそういうふうに感じていますね。 その例えばお金であったりとかねだからお金の自由度もお金が使える範囲が広ければ広いほどやっぱ自由度は増してますし、えー、その人間関係とかでもそうなんですけどもその自由さがどここまでであるかということですよね、うん、だから僕の場合自分で商売してるんでやっぱその自由度は高いと。 いう形全部自分で決められるんで、えー、全部自己責任にはなりますけども自分で全部決めて、えー、営業日も決めるしその休む日も決めるしということもできるということですね全部が自分の選択ということになります。うん でそういう働き方っていうのが、えー、言い悪いは別としてそれは自由度がある働き方にちょっとでもまあまあその時間的にここからここまではやってるとかそういう縛りはもちろんあるんですけどねもっと自由に働いてはる人っていうのはいるんですけどもその僕の中でその前この自分が独立する前っていうのは一スタッフとしてねやってたんですね働いてたんですけどもその時の自由度はやっぱりないですよね。 一スタッフでその、えー、その自分がこう自由にできる裁量っていうのはもうほぼなかった。 状態なんでねだから自分がその独立してやるとその全責任が自分になるんで全責任があるっていうことはそれだけ自由っていうことですね自由度が高い状態になっているとでこういう方がですねやっぱり面白いというか、えー、それは結果は全部責任取らないとダメなんですけどもその方が僕は面白いというふうに感じていると。 と,いうところですねそのやっぱり自由度が高い状態というかこれは自由な感じやなと自由にできているというところ がすごくこう大切というか、僕はそのそのお金はもちろんこの売り上げていかなあかんもんではあるんですけども、そのお金の部分よりもですね、その自分がどんだけ自由に動けるかとか、自由に考えたりとかそういうことですね。だからその個人のそのそういう自由っていうのはえ尊重されてるんでね、日本ではね。 あのどういう考え方してもいいしあのもちろんその法律違反とかそういうのは駄目ですけども、えー、そういうのをしっかりクリアすればあとは自由に動くことができるという状態ですよねだから、えー、車とか持ってたら自由にまた広がりその移動範囲も広がりますしいろんなことでそのいろんな意味でいろんなことをその自由度をこう上げていく状態これがすごく価値があるようにこう感じるんですね。その えー、そうです、ね、だからお金例えばお金とかそうや、ねうん、人間関係とかねそういうところがありますよね家族とかそういうところでやっぱり制約があるんですけどもそのどれだけ自分の自由度をこう上げれるかというか、えー、それがこう価値あるもんだという自由という価値というかその自由度が、えー、大きいほどその価値が上がると。 いうふうに思うんですねでやっぱりそのいろんなその年代がある自分も学生もやってたんですけど学生から社会人になっていくと社会人の方がやっぱり自由度は大きいですよね。うん、で自由度が大きくて働いてお金がある程度あるとそれまた自由度が大きくなりますよね。でそういう何て言うんですかねその その自由さがどんだけ自分にあるかっていうのをこう自分でこう自覚するとですね、そのなんかこうありがたみというかですね、そのこんだけ自由にさせてもらってるというふうに感じるとやっぱりこうすごくありがたいなと思いますね。ほんでその日本に生まれていること、この現代において日本に生まれていることがどんだけこう自由度のある状態であるかっていうことが。 しっかりほかりますよねその,他の国とか見てたりするといろんなこう、まあ、差別があったりとかそういう国からの圧力があったりとかねいろんなことでこう自由度がこう妨げられてる状態がある中でですね日本にいるっていうことだけでですねかなり自由度は高い状態。この状態でですね例えばその他人を誹謗中傷したりとかですねあの愚痴とか不平不満を。 言ううっっていうのはは、えー、基本的にはちょっととが当たるというか自分に返ってくる状態になっちゃうんじゃないかなというふうに思いますね。その自分日本人としてですね、えー、今あの住んでいるこの日本に住んでいられるっていうことがですねどんだけのその恵まれた状態かっていうことですねそれを、えー、最近はよく感じますね。この日本で,で まあまあそのどこに住んでようがいいんですけどその僕の場合だと滋賀県に住んでるんですけどその滋賀県に住んでるっていうこともやっぱりそのありがたいことであったりとかですねえそういうねあのいろんなことをこういろんなことっていうかその状態がすごく恵まれてるまあいろんなえ状態の方日本人であろう日本人の中でもいろんな状態の人はいると思うんですけどもそれでもですねやっぱりその。 外国のね、そのやっぱりその貧困というかそういうところはねまああの豊かな国の人らがその 助けるというかそういう状態にしないとダメ,ダメっていうかそれは助けていくっていう状態を、えー、作っていくべきやと思うんですけども、えー、その自分がその日本人として生まれているこの自由さ自由度の高さっていうのをもう一回認識するとですねその日々のその動きというかそういうのもちょっと変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。自由を満喫しつつもそ,のいろいろそれを そんだけの自由の状態なんでいろいろとこう活動していく状態をしていく方が僕の場合はですけど僕はそれをこう利用してというか活用してそのいろいろやっていこうという風うにえ考えますねやっぱりその方せっかくそういう恵まれた状態なんでそれを日本ではねそういう何をやってもいいというかそのえいいことというかその活動的にはその何をやってもいいという基本的にですよあのー。 ややっっててていいいいいい状態でででであるるんんそれはフル活用しすすねね、えー、けばいいという,ふうに考えるんです、ね、でそのだからその自由というその価値今日の、えー、テーマというかその喋ってることなんですけどそういう自由という価値がね、えー、どれだけ価値あるものかということですねそこをしっかりちょっとそ,のそこに価値あるものを自分は持ってるんだということからスタートしてねいろんなことをやっていくという。 えー、何をしても自由基本的には自由なんですけどもその,そ,こその自由さっていうのはすごく価値があるもんであって、えー、恵まれてる状態にあるとそれが日本人であるというふうに、えー、感じますもちろんいろんな状態の人はおられるんで一概に全部そうやということは言えないですけども、えー、そのそれをこう価値がある状態の人はですねやっぱりそ,のそれを認識した方があのいろいろとこう動けてくると。 いう状態になるかなということでね今日は、えー、自由という価値ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。